ナンマンダブツ、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 ナンマンダブツ。平勢の時、全知識の言葉の下に奇妙の一念をほっとくせば、その時をもってシャバの終わり、臨終と思うべしと。ナンマンダブツ、ナンマンダブツ、ナンマンダブツ、ナンマンダブツ。はい、皆さんお久しぶりでございます。こんな風にね、皆さんとお会いするとはですね、1年前は夢にも思いませんでしたが、ご縁をいただきましたので本校のね、ご法話をさせていただきます。今日はですね、平勢豪女、そういうことについてお話したいと思います。平勢豪女とですね、言ってくださったのは先ほど拝読いたしました、覚尿様がね、言ってくださってるんですね。難しい言葉だなと思われるかもしれません、簡単に申しますとね、平勢っていうのは、この日常、普通の時ですね、ご飯がおいしく食べれて、耳がちゃんと聞こえ、目が見えて、ちゃんとお参りすることができる、それがね、平勢です。その時にですね、豪情というのはご信心をいただきなさいよということなんですね。で、今読ませていただいたものもですね、全知識、元気な時にですね、全知識の先生ですね、の言葉の下にご信心をねいただいたら、その時をもってシャバ、この世の終わり、もう臨終と思うべし。まあお葬式ですね、もう臨終やと。ご信心いただいたらね、一回その時もう人生終わり、卒業で、あとですね、残りの人生が始まるんです。あとはおまけですということなんですね。元気のうちに聞かないといけないよということなんです。でもですね、仏法をね聞いておられる方ね、一般人の方ね、多くはね、いやいやまだ忙しいから、年を取ってね引退して、そして時間ができたらね聞かしてもらおうかなとね、言われたりいたしますね。それはそれじゃ遅いんですね。あるいはですね、一生懸命お話を聞いている方、ご信心がいただけないな、わからないなという方がですね、なんで仏法を聞くのと聞いたらですね、先生、だってね、
安心して死にたいんです。いつ死んでもいいな、大丈夫だな、死ぬ間際はね、ああ嬉しいな、これから阿弥陀様のところにお浄土に生まれさせてもらうんやなとね、喜んで死にたいんですとね言われます。それはね、どうかなってね、私は思うんですね。そんなね、都合よくね、死ぬ時に、安心してね、ああお浄土やなこれからと思える、そういう死に方はね、なかなかできない、ご信心をいただいていても難しいことです。なんでかっていうとね、生きている限り私たちはご信心をいただいたとしても自分の業を持ってね生きないといけない、業は果たしていかないといけない。だから自分がどんなことをしてきたかによってね、死んでいくとき、老いていくとき、違います。なかなか計画通りにはいきません。例えばね、こんなおばあちゃんがおられました。私のね、当園のおばあちゃんですけど、生きておられるときは何よりもね、お参りを大事にされて、先生の一番近くにね、おられて、よう話を聞いておられました。もうね、90ぐらいになるまでね、何万打仏、何万打仏ってよう言われてね、で、私がね、新人をいただいた時はね、とね、嬉しそうに話しておられた。もうね、いつもよくお念仏をね、されて喜んでおられました。でもそのおばあちゃんがね、臨終の時どうやったかというとね、まず、ボケてこられたんですね。で、当然ですけど、もうお話とかあんまり聞けなくなってきた。もう寝たきりです。だから、私たちの方がね、何万打仏と書いたね、こう短冊ですね、そういうものをね、横に置いてあげたりして、お見舞いに行ってね、何万打仏何万打仏と横で申しておりました。特にもうおばあちゃんはね、もう長くないですよと言われた時は一生懸命お念仏しました。そしたらね、そのおばあちゃんね、なんか、ああああああと言ってね、うるさいうるさいわという顔をされるんですね。うるさいとね。で、寝たきりやからこうやってハーってやります。手は動くんですね。そしたら短冊がせっかく横に置いてあるのにバーッとね、ベッドから落ちたりしてね。でもおばあちゃんは何万打仏何万打仏ってね、喜ぶことがもう到底無理なお姿ね。おばあちゃんな、もう分かられへんねんなって。でもね、元気な時に聞いておられてよかったな。そんなおばあちゃんおられました。あるいはね、最近はよくね、どういうふうに老いるかということが話題になりますから、中にはね、最近私はね、漫画で老人のね、もう最後のターミナルケアですね、もう死に向かわれる方たちのね、ケアをされている、そういうね、老人ホームですね、そういうところの、漫画があったんですね。あったことを漫画にされておる。で、その漫画を見てね、いろんな方の老人の姿を見られていたらですね、まあかわいそうですね。で、中に一番これはつらいなと思ったのは、いろんなボケ方がある。子供がわからない、お父さんがわからない、ご主人のことがわからない。わからないだけだったらまだいいんだけどね、一番かわいそうやと思ったのは、色ボケっていうのが書いてあったんですね。もう
年を取った自分は年寄りなんだけれども、それがもう分からなくなってね、若い男の看護師さんとかがおられたら、おばあちゃんでもね、こうね、抱きつこうとする、そういうボケ方ですね。手を握ろうとする、で一緒におって一緒におってみたいなことをする、そういうボケ方ですね。ああもうこれはね、かわいそうやなと、とってもつらいなと。でもそういったおばあちゃんとかがですね、全部忘れとるんかと思うと、息子の顔はちょっと覚えていて、息子が来ると自然とそういうことはしない、そんなおばあちゃんもおられるんですね。だからお子さんにね、ちょっと注意してくださいとかね、そういうことができない、困ったなという、そういうおばあちゃんのことが書いてあって、身に染みましたね。ああ自分もどうなるかわからんな、お念仏を忘れて何をするかわからんなと思いました。ああお母さんもみっともないことになるかもなとね、家族でも話しておりまして、でそういうおばあちゃんがですね、生きていた時はシャキッとされてた、むしろね、ちゃんと、お医者さんの奥様とかですね、先生をされていたとかですね、きちっとされていた方がそういうことになることも割と多いとね、あったんですね。で抑制する、生きていた時にきちっとしないといけない、世間を気にしてね、世間体を気にされてきちっとされていた方がそういうボケ方をするケースが多いというふうにね、本に書いてありました。ああこれは自分のことだな、どうなるかわからんなと思ってね、娘にも、ああお母さんもこんなことになるかもしれんなとね、話をしましたら、娘がですね、お母さんは人生そんなに我慢してないから大丈夫じゃないのと言われましたね。抑制してないと、世間体を気にせずに生きていると、と娘には言われましたけどもね、こればっかりはどうなるかわからない、そんな時にね、何万打仏やな、往生させていただくんだなと思わないことも多いと思うんですね。で私が一番胸が痛かったのはですね、お年寄りが亡くなっていくというところでは、同僚のね、中野先生がお亡くなりになりました。私はこの先生ね、本当にね、よく別院のために尽くしてくださった方で、ブラジルのね、この浄土真宗ね、継続していくためにですね、いろんな組織ね、組織的なことを頑張ってくださった、とても優秀な方でしたから頑張ってくださったんですね。でも私は個人的にもっとですね、別院におりました時にね、よくしていただきました。実はですね、先生は同じ広島出身でしたし、私の父とね同じ年やったんですね。お父さんと同じ年でした。でも先生の方がずっと元気でね、先生みたいに長生きしてほしかったです、私の父にはとね、よく話をしてたんです。その先生がですね、コロナで亡くなってしまわれた。本当にね、お年といってもね、健康に気を使っておられたね。アカデミアに行ってね、体も鍛えておられたし、何よりね、生き生きされてましたね。で、好き嫌いがはっきりしておられてね、はっきりものを言う。で、おいしいものがお好きでしたね。おいしいものがお好きでね、私はマグロの刺身を食べる夜ね、楽しみにしてるんだと言われてね、で自分でも料理をするんだと言われてまして、で自分は100歳までね、自分の歯でちゃんと
噛んでね、美味しいものを食べ続けたいんだとね言われてまして、先生は私より長生きされるんじゃないかとね思ってました。よく一緒にお昼ご飯をねいただいて、でも先生は人参がお嫌いでね、カレーを食べるときは人参を避けておられましたね。そういう先生の姿はね、先生人参嫌いなんですねとかね言いながら楽しく食べていたのが、本当昨日のようなことですね。その本当に健康に気をつけておられた先生もお亡くなりになってしまった。先生もね、まさかと思われたと思います。ご自身がですね、コロナで入院されてから最後は心臓発作をね病院で起こされて亡くなられたということでした。まだまだ生きられるはずの方がですね、病気になられる。で、心臓発作、そういう病気だったらですね、それこそお念仏も何も最後にはありませんね。私はですね、なんか信じられないですね。先生が今生きてないということが信じられない。でももうどこを探しても先生はおられない。でもそうやってですね、先生が私にですね、私たちに死ぬんやでと、どんなに元気そうな人も死ぬんやで、いくら健康に気をつけていても死ぬんやでっていうことを教えてくださっていると思うんです。ですから平生往生ということですね、元気なうちにお話を聞かせていただく、一回ねもう臨終やと思えと言われてるんですから、臨終をもう体験しとくんですね。そしたらどんな死に際になっても大丈夫。それが浄土真宗の教えですね。皆さん、新しい年を迎えられてね、今年こそもうね臨終を迎えてしまおう。はっきりと臨終を迎えさせていただこう。そして残りの人生を過ごさせていただこう。そういう年にしていただけたらなと思います。今日は平生往生ということについて話させていただきました、はい、何万打仏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 。